何ですか。やっぱモテる男って辛いなと思うね。おお、それ誰から聞いた話ですか。俺の話よ。そのさ、モテる男さんに不法侵入するのもやめろ。誰が不法侵入なんだよ。招待状届いてんねん。招待状出したやつちょっと教えてもらってもいい。なんでや。消すから。怖いから。いや、実際モテてんねんからええがな。言うとくぞ、世の女性はな、ほとんどが俺のこと好きやからな。いや、お前がそれを言い切るんやったら俺も空飛べるって言い切れんの。無理や。不可能や。いやいや、不可能レベルはほぼ一緒や。どこがやねんお前。一緒や。実際モテてんねんからしゃあないや。実際飛べてんねんからしゃあないや。飛べてないや。モテてないや。じゃあ飲み会見に来いや。じゃあ飛び会見に来いや。何飛び会って。初めて聞いた。来いや。何飛び会って。飛び会やんけ。聞いたことないわ。いや、実際モテてる言うてんねん。はは。それで行くん。そうや。モテてるっていう体で行くん。体とか実際そうやねんかしゃあないわ。ああ、分かったよ。ほんなら100万歩譲るわ。めちゃくちゃ譲るわ。100万歩譲ってるわ。モテへんやん。まだ足らんの。100万歩でも足らんの。足らんわ。ほな1億万歩譲れ。言ってて悲しないんか。何がよ。モテてる言うてんねん。モテてんのね。ああ、分かった。じゃあお前がモテてるという体で話は聞いてるわ。ああ、ただその代わり条件がある。何やねん。お前の顔を一切見いひん。なんでや。顔を見てしまうと文句を言いたくなってしまう。だから顔を見ないようにさしてください。ああ、漫才を見んかったら文句言わへんねんな。やったら乗り切れる気がします。ああ、じゃあもう見んでええよ。ありがとうございます。ああ、あれ、これモテる男の何が辛いかって言ったら、はい、こう街とか歩いてるやろ、はい、ほな世の中の女性の視線を感じるわけや。まあ仕方ないですよね。だって井上さん男前やから。そうやろ。あれ、あの視線をね、はい、感じるだけならまだやねん、はいはい、なんかときめいていってるのが分かってまうわけ。ああ、いわゆるもうみんなの目がハートになっていくわけだ。そうほんで、こう肩と肩がぶつかって目が合った瞬間や、はいはい、言ったら女性がさ、俺のことを運命の人やって勘違いさせてまうねん。罪な人やで。恋愛憲法があったら無期懲役やで。確かにな。恋愛憲法があったら俺指名手配犯やろな。どうしたんやおい。何してんねん。危なかったですよ。何危なかった。守りました。はあ、危なかった。だからとりあえずこう肩と肩がぶつかってな、女性がときめくところやりたいから、はいはい、お前ちょっと女性の役になって向こうから歩いてきて。わかりました。そんなやつ見たことあんのかお前。でも仕方ないです、これはシステム上。何システム上って。魔法が解けてしまいます。知らんけど前向いて歩いてこいや。前向いて。いや、そうや、これは前向いて歩いて。お前は当たり前やろ。それで歩いてこい。はい、わかりました。すいません、すいません。貴様急に切ったね。切ったね。何よね、視線を感じるやとこら。そらお前が街中歩いたら見てまうやろ。そら見てまうやろ。あ、おいしい鍋の中に靴下入ってたら見てまうやろ。見るな言うたよな。すいません、見る、ああ見るつもりなかったんですけど、井上さんがこっち向けって言うから私は悪気はないです。見えんかったらもうええ感じやから。いい感じですか。わかりました。だけどこの肩がぶつかって女子がこう話しかけてくんねん。この後お時間とかあるんですか。なんでそんな喋り方やねん。見てなくてもパワーいるもんはいるんです。え、お時間、お時間あるんですか。この後全然大丈夫ですよ。すごくあなたがタイプなんで。あ、そうなんですか。はい、それは右の井上、左の井上、それともセンターの井上。どうしたんや。全部です。あ、よかったよかった。よかったら LINE 交換してもらってもいいですか。あ、いいです。じゃあ俺、あの QR コード出しますんで読み取ってください。無理です無理です。見ずに QR コードを読み取る自信はないです。私が QR コード出すんで登録してください。はい、はい、じゃあ LINE 送っておきますね。はい、送ったんで確認しててください。 届いてます。全国にばらまいてやるよ。ありがとう。いつLINE のアドレスと電話番号を毎日ツイッターでつぶやいてやる。見るなっつってるやろ。おい、すみません。なんで見んねんお前。先生、確認を取ろうと思いました。お前見えんかったらめちゃくちゃ調子ええぞ。そうなんですか。
俺を見ないお前、はい、最高の相方やったわ。本当ですか、うん、全然その手応えはないんですけど。見るなよ、はい、あのエンジン君どこ。エンジン手出せ、はい、俺の顔見るな、お見るな、お見るな、お OK、 これでいこういけるな、見るなよ。あなた辛くないんですか。何がよ。ええー、ねほんでこのね LINE を交換するやろ、はいはい、でここから LINE でこうやり取りをするわけや。井上さんは絵文字がいっぱいで可愛いんですよね。あこれキュンとくんねんな、うん、ほんでこれだ、どん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 さこう女性がな俺にハマっていくのか分かんない。あこれが井上さんの必殺恋のあり地獄や。そうそうそうやそうやそうや、ほんならな女子がなこの勇気を出して告白しようと俺のことを呼び出すなよ。井上さん急に呼び出してすいません。あいいけどどうしたの。あの実はって言うてたらな勇気が出ずにこの場から立ち去ろうとすんねん。助かります。あの実はあやっぱりいいです。うんちょっと待って。貴様うわおいこら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 好き放題やりやがって。あーだいぶ泳がしたけどとうとういじるぞ。なんや左の日の上センターの裏はできないのか。全ての井上が分からんように顔をボコボコにしたのか。怖すぎる。もうええわ。さあ今回のネタはモテる男は辛いよ、はい、ということですね。まあ割と変則的な、まあ、単独ライブっぽいネタやな。そうですね単独ライブの最後にやりましょうかと、うん、はい。皆さんこんなん好きでっしゃろ、はい、ファン感謝ネタ。はっきり言おった。はっきり言わせていただきます。そやな、はい、大会とかで絶対残らへん、うん、勝てないけどめちゃくちゃウケるネタ、うん、といった感じですね。そうやな、だから会場で見たら面白いけど、うん、改めて映像で見たら全然問題やんっていう。いや可能性あるで。これはこれだから YouTube でさ、うん、この動画をアップするようになってから思うけど、はい、自分らがな、まあ、石田は石田であるし俺は俺であるけど、うん、あこのネタ面白いな、あこれパフォーマンス的にようできたなっていう出来とさ、うん、再生回数が伴う時と伴わへん時があるやん。なるね、うん、これがどっちに転んでるかやな。あはいはい、うん、これはどうなんですかね。まあでも井上が、ネガティブになるネタみたいなのは結構やっぱ数字が良かったりするんですよね。なのでまあ悪かないとは思うんですけど ね、 なるほどね。まあ言うとぶっ壊れてるわけですからノンセンスのシステムを全部崩壊させた。まあ普段のテレビでは絶対に見れないネタの構成やからな。そうですね、はい、いやでもほんま本来はな、はい、まあこのネタで横向かせる部分とかを、はいはい、昔は多分もうほっぺたとかで言ってたと思うねん、はい、多分、はい、ほんま今日も途中まではもうほっぺで行こうと思ってて、はい、もうあまりにお前がビチョビチョやったから、はい、なんか滑りそうな気してさん、この濡れてるから、だからなるべく、あとビンタみたいになるのも嫌やったから、だからなるべくちょっと的大きくでこの辺にしたけど俺は。いやもう全然軍手とかはめてもらっていいんで。はい、もうだめっちゃ濡れてて。いやめちゃくちゃ濡れてましたよ。まあこの10本やってるからな、はい、ここまで、はい、のうちの真ん中ぐらいから汗もピークにあったし、はい、いやだからあのネタの順番は何でもいいんですよ。せやねん、分かってんで、分かってんねんけど、そのタッチが多めのやつは先にやったらいいじゃないですか。せやねん、もうなんで学ばないんですか。いや俺もそれ分かってんねん、はい、もちろん順番は別に決めれるからな、はい、でもなんかもうネタ合わせの時の順番通りの方がさ、うん、やっぱり入ってるやん。いやだから途中でネタ合わせの順番変えたらええやん。どかなんか、うん、例えばこれを1本目にしてもよかったんで、うん、変な話、うん、でもなんか1本目ではないやん YouTube ライブとはいえ、うん、それで言うと今日は1本目っぽいやつあんまない。
全体的にな、全体的に一本目っぽいのないねん、うん、まあそうやな、うん、千年がここは本当はな、だから結果的にもう頭とかでそっちに向かせるってことになったな、うん、やっぱ昔はもうこうされてたもん、うん、いやほんまそうしようと思っててね、おいおいってこうやってやられてたもん、ほんまな、うん、もうすっごいもう死んでたすぐらい濡れてたから、ええやんけ、レタスやったら新鮮やないかお前、いやいやもうちょっとさすがに、いやだから20代の時の老人バッグつけてくれていいで白い粉パーンつけてこうやってやってくれていいで、いやこれやっぱちょっと出てもうたな、潔癖ともまたちゃうねんけど20代の時の汗とさやっぱ40代の汗はちゃうやん、いやいやそれは分かるよ、うん、分かるけど、でもやっぱ昔のネタをやってるわけですから、しゃあないしゃあない、仕方ない、だから、はい、だから触れてはいるやんか、はい、でもそこにほんまに愛はなかったんですよマジで、あ、ただ向こうを向けたいだけなんやなっていう、ああ都合の、それしゃあない、都合のいい男なんやって思いました私は、ああ、ああそれぐらいの関係なんですね、しゃあないやんそれはもう思いました、すっごい濡れてたから、いやそれだけ熱演してるってことですよ、いやええねんけどさ、はい、熱、いやありがたいよ、ありがたいねんけど、はい、やっぱり抵抗、いや本番だ、ネタ合わせの時とかはエアーではな、ほっぺに行ってたやんか、んネタ合わせの時はエアーでこうほっぺこうやるようなしてたやん、はいはいはい、もうそれで行こうと思ってたけど、はい、もうここがもうキラキラ光ってたから、はい、え、なんでずっとその一つだけを言ってきてんの、いやいや、そのさ、登っていくんやったらええねんで、ずっとそれしか言ってないねやんか、早く受け止めろよってこと、で分かってほしい、いやいやいや、分かって、分かった上で、いやいやいや、やってもらわんとっていう話やのに、なんかちゃんとあのしっかり バスタオルとか用意しといてほしい、袖に、いや拭いてますよ、もうネタ終わりすぐ拭きに行ってますよ、もうでもハンドタオルではもう足らんねん、お前の汗の量は、はい、いや悪いことじゃないよ、分かりました分かりました、防水スプレー振ってきますわ顔に、それでよろしいか、それでよろしいか、防水スプレー振っといたら、そうやな、防水スプレーで頼む、いいですね、分かりました、防水スプレー振っときますわそれでやったらもう文句言わさないですよいいですね、わかりました、いいことやねんで、いいことやねんけどな、たまたまこのでも顔にかけるのはもしかしたら良くないって、その注意書きが書いてるかもしれないから、その時はお前の手に行くからな、俺の手に防水スプレーだって、ほら防水やから、ほら弾くやん、こっちこっちやん、じゃあ俺の手に防水スプレーかけろ、でパーって言ったら弾いてる弾いてるから、あ、じゃあそうしような、うん、このネタもし今後汗だくの状態でもしやることがあればな、いやいや今後のライブは全部お前手に防水スプレーをしといてくれそうなったらお前頭はたいときにふわって、俺はだからあの老人バッグずっとこうやってやっとくから乾かした状態が続くようにやっとくから、分かった、ちょっとそこは検討しよう、検討しましょう、ああはい、ということでいいね、高評価、チャンネル登録お待ちしております。というわけでまた次回お会いしましょう。さよなら。